東京都の村上康文建築設計事務所です。今回改修を行った築63年の木造賃貸アパートの再生についてご説明いたします。こちらが改修前の建物です。改修前の入居は一室のみで、オーナーさんは今後長期的に運営を維持できる活用計画を模索されていました。そのため、地域性やニーズに合った活用方法と合わせて、建物の性能向上を行い、長期的視野で収益性を維持できる改修を行うことになりました。敷地は京都市内に位置し、旗竿敷地で周囲を建物に囲まれています。東側にはマンションが建ち、西側の林地とは高低差があるため、谷のような立地で光が入りにくい環境でした。改修前の調査では、土台の腐朽や軌道、漏水跡が乱れ、無断熱であることも確認しました。小屋裏の外壁や消防設備が不足し、法令に適合できていない箇所も確認できました。既存の1階平面図です。単身者用の住戸4戸が2層になった計8戸のアパートです。桁行き方向は開口部が多く、耐震要素はほとんどない状態でした。また、周囲の地盤の水はけが悪く、床下に水が浸透して、躯体腐朽の要因となっていることが想定できました。共用廊下は入り組んだ設備配管により、雑多な印象になっていました。改修計画についてご説明します。エリア特性やニーズ調査を踏まえ、1階はワークスペースとして賃貸のできる仕様に、2階は住戸のまま改修して、職住・近接型の集合住宅としました。1階をワークスペースとすることで、木造賃貸の弱点である下階への音漏れにも配慮しています。改修後の1階平面図です。1階は5室のワークスペースと共用のラウンジを設けています。耐震要素が不足していた廊下側立面は、吐き出しの開口部と耐力壁をメリハリよく配置した構成に変え、耐震性と室内の明るさを確保しました。一部サッシ面をセットバックさせるなど、周囲から室内の視線を遮るよう配慮しています。既存廊下にはレンガを敷いて照らす化し、光を反射させて、暗い共用廊下を明るい屋外空間へと改修しました。2階平面図です。廊下側のスペースは水回りと土間に変更しました。この土間は共用廊下と居室との緩衝帯となり、廊下側からも光と風を取り込みます。屋内化した内土間、屋外の外土間といった2種類を設け、入居者が独自に使えるスペースとして他物件との差別化を行いました。住戸内の様子です。こちらは内土間のタイプで、廊下側からも光を取り込んで明るさを確保しました。予算との調整を図りながら、温熱・省エネ性能を向上させていきました。床は仕上げの土間下にポリスチレンフォーム、外壁・天井は高性能グラスウール、遮音用として外壁と1階天井裏にも同様のグラスウールを使用しています。既存開口部はアルミ樹脂複合サッシに取り替えました。改修前後で建物全体の UH は 2.88 から 0.64 へ改善しています。2階の住戸単体で見ると、角住戸で UH 0.42、中住戸で 0.38 となっています。また、グリーン住宅ポイント制度を活用して太陽光発電を設置しました。発電により取得した電力によって、共用部と1階のワークスペース各室の電力を賄っています。続いて耐震性についてです。基礎は既存の無菌基礎に対して新規基礎を添えて一体化し、前面に耐圧板を打設して補強しています。上部構造は不足する桁行き方向の耐力壁を確保できるようプランニングしていきました。改修前後で上部構造評点は 0.02 から 1.29 となり、目標値まで耐震性を改善できました。小屋裏は鋼製火打ちや雲筋替えにより光面を確保し、屋根も軽量化を行っています。耐久性やメンテナンス性も改善していきました。入り組んでいた設備配管を集約させるよう各所に PS を設け、メンテナンスが容易にできるよう配慮しました。また、外構の整備により排水経路を明確化し、
改修前の水はけの悪さを改善していきました。2階には各重工の機械類をまとめた設備スペースを設け、共用廊下の雑多さを解消しています。2階の廊下です。設備類を集約したので、すっきりとした廊下となりました。また、告示仕様の強化天井による重工間の区画の是正、不足する消防設備の設置など、各法令適法化させ、防火性能を改善しています。このように既存の状況下において光や風を取り込む工夫を行いつつ、総合的な性能向上により快適性と安全性を確保していきました。改修前後の様子です。陰湿な雰囲気のあった屋外は明るい共用空間へと変わりました。1階は既存の大きな出窓を生かした部屋や間接光で光を取り込んだ部屋など各室に特徴を持たせています。2階住戸では改修前の古材を再利用するなど、ところどころ昔の面影を残しました。このように空き家化の進む賃貸住宅の性能を改善し、既存環境に応じた企画・空間づくりを行うことで、収益性を維持しながら町の風景の豊かさにも寄与していく建物としての再生を目指しました。以上になります。ご視聴ありがとうございました。これはまあ今までネコハウス大賞の歴史の中でも一回もなかった本当に築63年の木造賃貸アパートですね。どこのエリアにでもあるですね、まあ非常にボロボロになって普通だったら解体されるようなアパートを、まあデザイン的にも性能的にも見事に改修していると。でしかも単身者用の10戸4戸とワークスペースが5室っていうような改造をしているんですけれども、建築費用は4450万っていうところも、まあだいぶコストを抑えながらですね、まあ普通の高性能住宅1棟分ぐらいの値段で、まあこれだけの面積を改装していると。でしかも、むしろですね、ボロいのをなんとか取り繕ったっていうんじゃなくて、若い人が見てもこんなところに住みたいと思えるぐらい、まあかっこよくしているっていうところで、まあ、本当パッと見ただけでですね、まあこれは画期的やなと。全国でこれからまあたくさん、まあ普通にそのままやってたら解体されてしまうっていうようなやつがですね、こういうリフォームが行われたら、まあ本当にこう、なんていうのかな、全国的に素晴らしいことだなというふうに思わせてくれる物件でした。